はい、今日もやってまいりました。本題ということで、今日はね、うちの、奥さんが、車を運転するということで今運転しております。かわいいでしょ。本題後ろも撮っとくよ。やっぱね、これ走りがいいんですよね。ここ今六甲山を今から走ろうとしております。結構ね、うちの奥さん運転がうまくてね、今日はスポーツモードやら何やらで運転してもらおうと思います。はい、お邪魔します。では運転よろしくお願いします。今日はお誕生日ということで六甲山サイレースリゾートにご飯を食べに行きます。気に入ってますよね、本題。運転しやすいやろ、ほらこんなくねくね道も結構意外と運転うまいよな。意外とあ、警察です。警察が張ってました。ゆっくり走りましょうね、皆さんね。ちょっと久々にスポーツモードをやってみますね。はい、スポーツモード。お、なんか赤くなるんですよ。どう？スムーズに進む感じ。踏んだだけ進む感じ。ハンドル切りやすい？うん。なんか使いづらいなってことある？オンライン。いや、別にない。充電ぐらい？そうだね。このミラーはどう思う？いや、良い。なあ、良いよな、これ、かなり。雨の日良いと。雨の日良いらしいです。六甲山サイレンスリゾートに到着いたしました。いいよね、ここかっこよくね。こっち上るから結構高級車もね、いろいろ。結構このバックもね、うまいよねこれ自動運転じゃないけど、ホンダ E のアドバンスはこの上からのね、映像が出るんですけど、そんなの関係ねえって感じ？うん。余裕だね。本題。やっぱ走りがええわな。はい。中はこんな感じ。すごいおしゃれよね。これいつもここで買って帰る西山酒造のお酒、ジンね。これうまいんだよ。お食事です。なんかすんごいいいの来たわ。すごいな。やっぱ器もおしゃれやな。サラダで、これ見て、これいちごとハム一緒に食べんの？ローストビーフ。このお花みたいなのも超えるんかな。これスヌーピーの、これがスヌーピーってことか。うまそう。おお、いいね。はい、私が頼んだのはこれ、牡蠣とクリーム。うまそうね、これいちごのジュレ。これすごいな、これお皿すごいな。どうなったんこれ。プリンアラモード。うまそう。はい、お腹いっぱい食べてきました。美味しかったな。うん、外見でどこが気に入ってますか？上が全部ガラスなのと、隠れホンダ E のところ。あ、隠れホンダ E。隠れホンダ E のとこがいいの。ここにおんの知っとった？ここにおんの知っとった？うん。そうなんです。あとテールランプが2。テールランプが2？ああ、後ろかわいいよな。はい。これがブレーキが2、ブレーキが2っていうやつですね。かわいいね。ここにここにゴムついてるのも気に入ってるらしいです。シートベルト茶色いの。あ、シートベルトは茶色いのも気に入ってるらしいです。これいいよね。やっぱ内装がいいよな、ホンダ E。
すっきりしてるよな。お魚に餌をあげて今日は終わります。こうもうちょっとなんか魚増えたりせえへんのかな。クジラとかけえへんかな。これあんませえへんよな。うん、楽しさがわからない。こ無駄な無駄な機能満載の本題でございますが、楽しく乗っております。はい、今六甲山の頂上で急速充電しております。ここ初めてしたとこやな。そういや、うん、もう充電って慣れたもんよね。これまずさっきこれやっぱ女の人にはちょっとしんどい。アンロックだからこうやろ。あ、そっか。アンロックになった。そうそう、はい、ガチャリンコで、そうそう、ロックね、うん、今 32% でございます。航続可能距離はたったの52キロということで今貯めております。だいたいね、最近分かってきました。あの冬で寒い時は12キロワットアワーぐらいしか溜まらないんですよ、30分でね。で、暖かくなってきたら、よかったら16とかになります。やっぱ暖かくなってきたら EV はいいよね、本当に。結構この EV の特権ですよね。これ駐車場専用スペースがあります。これね、今六甲山の駐車場、まあコロナも緊急事態宣言が明けてだいぶ人が多くなってきました。なので皆さんここ有料駐車場なんですよ。ここそれがここ無料で使えております。無料駐車場、これは有料だけどね。なんと 82% になりました。すごいわ。あ、おじさんが開けてくれてる。どうもありがとうございました。はい、警備員さんありがとうございます。いや、丁寧にね、対応してくれましたね。ゲートをわざわざ開けてくれました。この間行った時に人がおらんかったもんな。あれ冬やったから。はい、というわけで、本題、ワインディングを楽しんでおります。やっぱね、たまに六甲山来ると楽しいですね。いやー、この本題、やっぱね、山道でこの発揮しますよね、この運転能力。やっぱこのバッテリーが側面に敷いてあるっていうのと、この車両重量配分が 50%50% っていうね、あの前後バランスがほぼ完璧なんですよ。まあ、それでね、やっぱこのロールがほとんどしないっていうのと、まあ、トルクの方も 300Nm あるんで、いやー、スムーズな走りするなと思いますね。今ね、あの上からだいぶ下ってきたところなんですけど、逆にね、充電が溜まるといった現象になっております。あの山から下るときにもう普通にね、なんか充電溜まっていきます。あのさっき 77% まで、溜めて、下ってきたんですけど、今 80% ですね。あのこの間静岡県に行ったとき、富士山から下るときもね、どんどん溜まっていってね、いや、これもうずっと永遠と下りやったら、この車充電せんでいいんちゃうのみたいなね。本当にね、フリーエネルギーっていう感じですよね。これ重力を活用して充電するっていう。で、今これワンペダル、あ、シングルペダルってね、言うんですよね。あの、ホンダの方は。シングルペダルで下ってきました。で、これ普段ね、大体私ね、あの、下道でしたらシングルペダルですね。うわ、80% や。フリーエネルギーじゃないか。フリーエネルギーやな。フリチャージ充電した。いや、今下りながら止まってんねん、これ。なんか永遠にこれ止まりながら何キロでも走れるんじゃん、これ。今ずっと下りなわけないじゃん。いや、そやから。はい、というわけで、今日は本題で、六甲山に来てみたよという動画でした。じゃあね、ボーイ。